はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回もですねドラゴンクエスト7実況プレイ続きやっていきたいなと思います。ということで前回から始まりましたメルビンパートでございます。ほかまさか忘れてました、これ一人でソロがあるなんて。よかったね、バトルマスターだから。でまださちょっとさあのほらルーラーも使う、ルーラーはいらないんだけどベホイミ使えるからよかったよね。これなかったね。 MP もちょっとあるからまあなんとか。ただ僕が思い出せないんですけど、東大登んの一人で登んの嘘でしょ。我々兵士の詰将お客さん来るってことはありございません。これ前来たよね。どうなんだ、見て見てメルビンの壺の割り方、初めて見てチョップ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 、あのなんだっけ首の後ろにチョップって言ったら気絶させるようなあの手のチョップじゃねこれ。おぜ何を恐れているか知りません。私は与えられた仕事をきちんとこなすだけです。神が復活し世界に平和が訪れるというに兵を増やし守りを固めるとは我が王は一体何を考えておる。いやーすごいんだよ、いつまでヘラヘラしてるけど多分何をやっとるんや。何姫様お部屋に戻るのは王様の命令ですぞ。なんでどうした、いやじゃいやじゃ部屋にこもっとるんだぞ。あ、私の少年はなんか言ってるね、なんか言うとるね。さあ来ました、ここでヤッホー旅の人元気してる。ちょっとおっといかいか、今そんな軽い気持ちで話してるわけなかった。キャラだったんかい、キャラだったんかい。ここの旅の方よってよく捕えられた。右にいるのは奥さんだよね、ホビット族だからちゃんと成人してるんだよね。別にロリ、あやめとこう。でコナンのコナンじゃねえ、なんでコホンがコナンになるんだよ。旅の方よってよく捕えられた。ほんなら歓迎の席でも設けるところだが、今はそれどころではないのだ。わしは神に呼ばれて神の城へ行き、そこで神の言葉を聞いた。だがわしにはどうしてもそれが本当の神の言った言葉だと思えなくてな。さすが。わしの考えが正しければこれから恐ろしいことが起こるに違いない。いや、すでにもう起こっているのかもしれんな。消し去られた大地、この国もいつ同じような目に遭うのか、なんか言ってますね。これ大変なことになるのかな、まあいいや。ところでそなた何用でここに参られたのかなって、遊びに来たのようには見えぬが。何、聖なる頼みが欲しいと申すのか。それはなぜだって、まさかそれって神の手のものか。 OK です、はいはい、そうです。聖なる民はこの国に代々伝わる大切なものでしてな。って神の命令というより聖なる民をお渡しするわけにまいりませんな。お一人願おう、これあれなんだね、家の方が良かったのかな。ゴスタル国へようこそ。平和は今の時代、平和な今の時代、兵士の多さに驚かれたであろう。全てはゴスタル王の考えがあってのことを許されよう。 OK、 どうしましょうかね。まあいっか。神の城を呼ばれたあの日、王様は何か確信したようなのです。私も詳しいことは話してきますが、もう完全に疑ってるってことね。我が王の言葉遣いが変わるとき、それはこの国の存続にかかる重大な事件が起こる。キャラだったんだろ、だから何なんだそれ。神の城の題材に曲を作ろうと思ったのですが、なぜでしょう、全く僕は頭に浮かびません。そうです、偽りの神でしょう、あれは。神はなぜ島や大陸をこの世から消さなければならなかったのでしょう。神の力をもってすればもっと平和的に解決方法もあったはずです。だよね、確かに。うちの王様久々に真面目な顔していたねって、これは近いうちに何か大きな、ちょっと待った、種火をどうしたらいいんですか。いや違うんです、いいえ。なるほど、そのため神の城に来ておったのだなって。聖なるためには神の力が宿っているときもしかしたら踏む。あい、分かった、そのための話を。いいえって嘘だろ、びっくり。さっきはいでダメって言ったのにこんなに変わるもんなの。大東大のモラサイ兵士にはつつがいを出しておこう。自由に入って構わぬぞ。未だの東大には魔物が救っておる、気をつけていくがよ。オッケー、待って、呪文でリレミとあるよね。よし行こう。まあいいでしょう、行こう。またその前にちょっとだけここの族長さんあたりに、ああマチルダさん、あたいも一応戦士だから、この辺はあたいが守るよ。いや一緒に来てほしいんだが、一緒にマチルダさん一緒に来てほしいんですが、ただの露出狂やないか、あんなもん。あんなもんただの露出狂やないか、あんなもん。防御力ほぼないかな。ここに、さあ、この族長と喋れば。わしは突然湧いてきた神よりも長年付き合ってきたコスタローの信じたい。たとえそれが神の反逆とも言われても、なるほどね、なるほど。そういうことだね。まあ、おかしいっちゃおかしいよね。さあ、リレミトを使って、あちら側に多分出れるはずです。こっちじゃなかった。こっちではない。まさか一人で、いや大丈夫、そんなことはない。まさかのめんどくさいところを一人で登らすことはないでしょう。泣くね、オッケー、大丈夫だってないって。まあ見てて、絶対イベントかなんかで絶対上にまで行かせてくれるって。そんなしょっちゅう登らされるかよ。もう6回目やぞ、動画外で1回登ったのもあるけど、もう6回目やぞこれ登るの。そんなことある？
そんなことは、いべ、よっしゃ、マチェルダさん来た。今まで兵隊なんて一人もよこさなかったのに突然どうしたんだろうねって。あ、わかった、きっと神様がここに守れって言ってきたに違いない。これなんだろう、ここは王があれなのかな、王様だよね多分ね。王様がここ守っとけって聖なる食べ耳だからどうこうってことを言ってんじゃないの、違うのかな。まあいいや、行きます。おあなたですか、カスタルの鎧石が出ましたのでどうぞ。なんだろうな、なんか電話でもあんのかな。結構最速で来たはずなのになぜお前がそれを知っているんだろう。伝書バト的な。うーわー、待って待って、ちょっと待って、また登んのここ。奥の部屋のご老人、いくら行っても立ち残ることしないです。いつかここも危険にさらされて。え、奥の老人、誰のこと言ったんや。老人ってどこだ、老人いた、ここか。あ、いた、なんかいる。なんだお前、わしはもう何十年もこのところで暮らしているんじゃって、魔法に閉ざされたことだって数えんキロあるんじゃ。今更危険もクソもないわ。いや、ごめん、開けてしもた。やばいやばい、ロープ、じいちゃんがじゃあ、あー、なんてひどいことしているんだ。オッケー、ナイス、じいちゃん、さすが何十年も、あれだよね。チョップ、これ一回来たか。あー、来てない、約束見つけた。ちょっと待って、やめて、ロケーションやめてー、来ないで。やばい、捕まってしまった。めちゃめちゃ強いのだ。よっしゃ、一品か、ミステリーピラー。大丈夫でしょうか、勝てるんでしょうか。僕はダメージ、カブト割り、かまいたちの方が強いんじゃねえ説。違う、いやーつけやめて、貴重な MP を。寝るんだろ、眠らせて、寝方がいいね、この武器でよかったよね、ほんと69。この武器がだいぶ楽なんだ、超楽なんだけど。恐ろしいよ、人を寝かせながら攻撃しても寝かせられて、恐ろしいよね、恐ろしい武器だこれ。いや、一匹だからだ、いけるっぽいな。マジでイベントでもよかったんだね、すいません。久々にまたこの、いやー、 またこのここの灯台、何回この灯台で動画撮んだ俺。寝ているどうせだったら、お前またヤンガスかよって。ヤンガス出してくれんから、ヤンガスドン66。オッケー、さてと、こっち行って、でどっちじゃ、やー、失敗した。いや、妖怪ウォッチ的なやつが、あいつも戦う。よーし、じゃ、いいね、はぐれメタル的な。いや、バトルマスターでよかったな。ちょうど買った時がソウルとかだったらもう最悪だったんだけど。何もない、あ、風呂かな、お風呂かな、ここ違うか。やめてとっとと終わらせよう。もうこんな何度も見たらもう、ね、やめて何度も見たよね、ここで。やばい、あー、またアンクルホン来た。勝てんのかこれ、やめてほしい。よし、寝かそう、まず寝かすか。待って、寝たいやー、待って、目がくらんだ。これまさか当たった。あ、当たるね。やめて、両もう当たるね。当たんのかい全部当たんのかい。61、ベホマラ、なんだとお前、こっち一人なんだぞ。いいね、メルビン、ちょっとなんかもう2軍落ち確定だったんだけど、なんか結構好きになってきたね。武器が良かった。あー、これ待って、あー、お前、よし、オッケー、ダメだ、なんだよ、オッケー、なかなか調子いいんじゃないですか、調子良くないですか、いいよね、これ。多分一人だからよく、うわ、なんかいるね。ちょっと待って、これ早かったら瞬間的にピピっていけるような気がするんだけど、気のせいかな。オッケー、ほら、おお、はあ、あっちに乗ろうと思ったら、ここショートカットできんじゃん、今ので。2手でいけんだ、2手で、3手いらねえじゃん。知らんかった、さすがに6回も来てるとあれだよね、バカでも速くなるね。バカだよ、自分ぐらいは自分のこと褒めたれよ、褒めとけよ。こっちか、オッケー、あ、まあいいや、まあどうせ寝るから、見て、こいつもう 100% 寝るから、見て、いくよ、せーの、ドン、寝た。ね、もう攻撃する前に寝に入ってるっていう、もう倒れ方よ、もう確実にダメージ食らってんじゃん、ほら、ダメージ2ぐらいのダメージ食らってるので、2は食らっとるな、2は食らってるだろ、あれダメージ。なんだろう、今日ちょっとさ、喉の調子がいいってわけじゃないんだけど、なんか気分がちょっといいから、超や、なんかこんな、もう何回もやったこの塔なんだけど、なんかすげえ俺だけから超楽しいんだけど、ごめんなさい、すいません。この寝てんのが面白いんだよな。
いい武器を持ったね、メルビン。眠っている。よかった、64。眠っている、ごめんね。鬼畜、鬼畜。我、鬼畜なり、鬼畜。メルビン、鬼畜だね。すごいね、寝てるところ。すごいね。こっち行って。あ、待って、これ強くね？ダークアーマー。でもダークすぎねえか。ちょ、ダークすぎねえか。おっと、呪文封じ込まれた。オッケー、寝てくれ。やばい、おっと、80、強いね。なかなかやるじゃないか。54。メルビンのあのおかげで、なんかこの塔でもなんか初めてなんか楽しいわ。楽しい。まあヤンガスがいっぱいいる、あの過去も面白かったんだけど、すいませんね、代わり映えしない映像がまた続いていますが、ぜひともメルビンの勇姿を皆さんご覧になってあげてください。42、46か、36。やっぱちょっと死ぬかもしれんな。オッケー、寝ないんだな、さすが。影だかなんだかだから寝るっていう概念が動物とかでは。やーぶな。ガチでやべえじゃねえかよ。やー、やっちまった。久々にダチョウ倶楽部かという思われるぐらいのでかい声出してしまった。すいません皆さん、これもまた RPG の醍醐味じゃないでしょうか。醍醐味じゃ、金がなくなっ、くそー、金が、なんだろう、ダークアーマーってやつ。もうチービ邪魔なんだわ。逃げ、よし、逃げます。なんで逃げれねえんだよ、なんで逃げれないんだよ。 71、 MP も全部回復してないじゃん。すいません、ここはやめて、もう硬い。どう、一回寝かせた後に飛んでいき方が面白いね。すいませんでした皆さん、久々に、今回はカットなしでいきたいなと思う。くそー、久々にドラクエで大きな声を出してしまった。マリオメーカーぐらいしかさっきでかい声出してないのに、久方ぶりにアクションゲームかよって波の声を出してしまった。ちょ、なんなのあれ。大丈夫です、見てください、もう大丈夫です、もう大丈夫です、もう平気です、見てください。いや、ダメでした。ダメでした。もうまた行くのに言います。よし、OK です。さっきのとこまで最短で行けばいいんじゃないかなと思っております。皆さん、もうちょっと付き合ってくれると助かります。助かります。でもさっきのショートカットが、おい、ウェーイ、 OK、 もう逃げれるから任せて、任せてよ。もう風呂だとね、 OK、 ダークアーマーも戦わない、大丈夫。ダークアーマー、オッケー。いやー、ちょっと、RPG やってる声じゃなくね。まあまあ、ちょっとこいつの。だから2ぐらい食らってるだろ、それ、ダメージ。で、ここで寝てからなんすよ。こう寝てから、特技で、こういうので、あ、だ、亀たち聞かなかったの。ごめん、バカなんじゃないの。何回同じことすんの。目が覚ました。ごめん、すまん、すまん。悪い、目を覚ましたとこ悪いけど。目を覚ましたとこ誠に申し訳ないんですが、67、必ずこのパートで、あの種火だけは絶対取って帰りたい。 OK、 ここにはぐれ、よし、 OK、 ハグリンいたよねさっきね。いないのかい、もう。よし、 OK、 早いでしょ、早い。うわー、何やってんの。なって、よりによってまたここかよ。あ、すいませんでした。そう、調子に乗った、俺調子に乗った今。すいません、ごめんなさい。こっからは代わり映えしないのが続くんで、ラジオ感覚で見といてください。そして一回、それがこいつの寝た感じの寝てる。ダメージ食らっとるやろ、それ顔面、それ顔面、それダメージ食らってるよ絶対。 OK、 いやー、失敗した。危ない、ここじゃなかった。あ、ダメだ。ちょ、待って、ちょ、待って。もう、待って、なんか。よし、逃げよう。やがて、なんか、強そうな気がした。なんか、あいつ、ドラケー6かなんかでめちゃくちゃ強くなかったっけ？なんか、そんな気がしたから、慌てて逃げてみた。なんか、強そうな気がする。さっきの、さっきのとこも早く戻ろう。巻き返さないと。もう、なんだ、お前、寝るんだからさ。オッケー、もし見て。わかった。これさ、寝た。寝てる最中ってさ、逃げれんのかな？逃げれんのかい。そうか、逃げればいいのか。なんで
さっき落ちたんやろ、これバカなのかな、ほんと。いやー、待って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 、いやダメだなんだよ大王、ちょ急いでんのこっち、落ちちゃったから。64 OK どう、54。これ全然もう一回落ちたりしたら怒らないでね怒らないで保険かけていく。だってちょっと強いんだもん、だってベホー意味しかないんだもん。 OK 82か、やばい。ちょっとやっぱ戦闘のために漫談にしてった方が良くない？強えじゃねえか、なんでお前そんな強いんだよ。ねえねえし、 OK。 うわ、あのふわってなんか散っていく感じ、なんかちょっともうなんで中入んの、もうなんで。ちょっと焦るから余計なんだな焦るから仲間に話しかけることはできない、寂しいかよ。待って、大丈夫です、こいつはやっつけていこう。どう、寝る、寝ないのか。スクルト生意気な、あ、いや巻き込まれた、ダメだ、不思議な音、やめて、貴重な MP がない。寝んのかい、ね、ダメージ食らってるだろ絶対それ。どう、 OK、 52。何回同じところ回るんですかこれ。よし、 OK、 さあ来た、 OK で、 OK、 あーぶねー、宝箱取ってなかったな、あそこ今取ってなかったよね、左のやつね。何回もごめんなさい、同じところばっかで許してください。チラ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 、やらしい、ほんとごめんなさい、チラ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 。さっきなんだっけ、なんで、何で落ち、あれ落ちたんだっけ結局。じゃあ死んだのか、思い出した思い出した、固まっている、いきます。そうか、死んだのか、シャドウなんとかっていうのに。種火を取って終わりたい、 OK。 61、種火を取ったらどうなんだろう、青さんのとこに戻んのかな。宝箱だ、ダンシングメール、打ちまおうぜ。 OK、 やばいやばい、どっちだ、これこっちだね。あ、当選中もしてる、よーっしゃ、さっきのより超えたんじゃない、これだ、オッケー、うん、さっきより超えてないか、オッケー、よし、オッケー、なんだ、ケロ、よし、オッケー落ちる、ん、落ちるなよ、落ちるなよ、引っかかっとるやないか、これいいよね、こうやって逃げれる、一応逃げれる、落ちるなよ。ここら辺だっけ、さっき死んだの、調子に乗ったの。しっぽ当たんない、ナイス、よかった、あいつの尻尾が敏感じゃなくてあれの尻尾が敏感だったら絶対反応してたよね、今ね、反応してたよね。60、戦う、65、 OK、 いきます、68、 OK、でもってここ、あー、ハグリンがいるけどもう無理、あら、どうせ無理でしょ。もう一回上行って、こっからちょっとゆっくりしていきたいね。さあ出た、もう何回やんなきゃいけないのこれ、もうマジで何回やんなきゃいけないのこれ。これだよね多分ね、しかも俺これ何苦手なの、こういうの。もう宝箱無視だから宝箱無視していく。オッケー、オッケー、よし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 、今だからでこんなにここで止ま、あのいろいろあった実況者いんのかな他に。オッケー、行くよ、オッケー、でもう大丈夫だと思う、もういけると思う。ターゴ取りません取りません、だと動画外で解除しますから。取ってねえのかよ結局、だってもうさ落ちちゃうじゃん。いけない、よっしゃ、いける、オッケーまたここで登るだけで動画一本になっちゃう、誰がいる。コスタローのオルシロエタ民の方ですね、そこで燃えているのが聖なる種火ですよ、オッケー、聖なる種火をいただこう。きた、メル、聖なる頼みを調べた、オッケー、もう何もないじゃん。おお、なんか祈ってる。そんな便利なことができるんだから仲間にいる時にやってくれよメルビン。きたー、あ、マリベルがいる、マリベルが。トカードの声が響いてきた。何ですか、メルビン元気か、どうやら無事だったみたいねどうだったのメルビン。
わしは大丈夫でござる。それよりもついに聖なるためを手に入れたでござるよ。早速そちらを送ってみるでござる。あ、すげえ、そんなことができんのかお前。すげえじゃねえか。どうやって？来た来た。全部つくのかな。まずそこからってこと？ってことは援護に行けってこと？どうでござるか、青さんどんた。炎はついたでござるか。なおさん、火がついたか見てみようよ。来た。こっちか。まずは援護だな。炎の神さん。神すぎる。イントネーションが奥さんのこと。炎の神さん。神さんね。神さんじゃないね。神さんはあれだね。奥さん。あー、来た。どうすりゃいいんだろう。まずは。あれ、これ中入ってったら、いや、どうすん、これってさ、一旦戻んのかな。どっちだと思う？え、待って、どっちだろう。一回援護戻るような気しない？どうなんだろう。どっちだと思う？みんな誰も答えてくれない。これどうしようかな。普通に下降りていくんかな。待って、なんか一回待ちっていい？じゃあ、突然あたりが暗くなって思ったら、魔物があって、魔物が襲ってきたんで、今までこんなことなかった、命からこの握りきたんで、ここだって安全じゃないかもしれない。オッケー、待って、ちょっと待ち行く、待ち行ってヒントを得てからの方がよかない？あ、なんかいる、あ、なんかなんかピンクっぽい何か見えたけどよくわからんかった。あー、これあれだ、強いやつだ多分。ちょっと話聞いてから行こうか。やっぱ 3DS。 おーっと、悲しみの援護。どうした？ばあちゃん、さすがに。そうだ、そういう時は温泉に温まればいいのよって。あら、でも井戸から湯気が出てこない。どうしたのかしら。まずばあちゃんとこ行こう。ばあちゃん、ばあちゃん、いた。いや、いない。あれ、ばあちゃんいない。占い師パビロさんはただいまお出かけ中です。つい先ほど慌てて村長。よーし、お前、オッケー、村長の家に行ったらいいんだ。まあそっからでしょう。さあ、どこかにいるのかな。いた、坊主。この日なんだかとても苦しそう。お兄ちゃんにもそう見える。はい、よくわからん。そうでしょう。炎の神様に何かあったのかな。この日も炎の神様からもらったものだから、きっと何かあったんだね。なるほど。なんて、なんてこう感覚の研ぎ澄まされた子供なんだ。ダメだ、どうやって火が大きくならないわ。これじゃ奥様の AR。 なるほど、奥様と全体あられたんです。冷え込みがお体に触ったようなんです。なるほど。温泉のことで村長の、温泉のことで村長に相談に来たんじゃが、上で何やら大事な話してるよ。じゃあ温泉のことぐらいで声が聞けなくなる。これどいてくれんかな。寒い、もっともっと炎。じいちゃん、どいてくれないかな。ちょっと待って、なんで通れないんだけど。俺は大事な話をしてきたのに。どうしよう。炎の消しないと、炎の神様もらった大切な炎が絶対消しちゃいけないって言われていたのに、どうしてこんな、うん、あ、こっちだ、あ、ここだ、合ってんだ。あ、なんかいる。化け物、うおー。大丈夫、戦うから。そうだよね、ここ町じゃないよね、もうほぼ。もう町っていうか、もうあれだよね。柵が、さあ、いっぱい出てきた。オッケー、呪文使うの。オッケー、行きましょう。オッケー、行きます。弱くはないのか。おっと、オッケー、28。マリベルに雷鳴剣持たすかね。そしたらなんか使ってくれそうじゃない。ちょっと渡していい？一回ちょっと渡してみない。ちょっとマリベルにアイラの雷鳴剣を渡します。渡した。これでマリベルが使ってくれたらありがたいんですが、ただね、水流の剣アイラ装備できないんでね。そっかー、シルクのビスチェ、誰ですか。マリベル、オッケー、オッケー。ただ問題が、なんか武器、ユバールの剣しかなくね。まあユバールの剣でいいよ、じゃあ。大丈夫、アイラは何かしらの何を。オッケー。これまさか全員倒すのか。違うな、さっきのは多分あれイベントだよね。ってことはこれでじいさんがどいてくれてるような気が。
なんと村に笑おう、それを追うことじゃ。早く村長に知らせていくんじゃ。オッケー。さっきからあんたがそこにいるから行けなかったんだよ。急げじゃないよ。まあ、ここの町セキュリティ甘いからな。何が起こったかのわしにはよくわからん。しかしこの地が何らかの災いに追われたのは間違いないんだよ。それは私にもわかる。炎の山の様子がおかしいのも見ればわかる。だが今のところ何をどうすればいいのかさっぱりわからんのだ。まだそんなことをこのまま放っておいたら何が起こるかわからんぞ。来た。親たち、こんな時にどうしたんだよ。何かあったのかい。ばあちゃんは世界を救えるの僕たちだけだよ。そうか、そうか。じゃあこっちに来て詳しい話をしておくれ。マリベルもいる。なんじゃって村に魔物がなんてことだよ。この村には炎の神の守りがあるってのに。火山の魔物も消えてるじゃと。うーむ。村長、わしは炎の山へ行ってくるぞって。この目で確かめねばならん。あんたたちもわしについてきてくれるから、わしの、よし、オッケー。ばあちゃんと一緒に行ったらいいのか。さあ、ばあちゃんが仲間になってくれました。カミラばあちゃん、僕の大好きなドラクエのおばあちゃんシリーズ。あれ、おばあちゃんシリーズって他あったっけ。5、6か。行こう。6もね、良かったよね。ばあちゃん可愛かった。なんかちょっと今日楽しい、なんか楽しいからさ、いつも楽しいんだけどテンション上がりすぎてちょっと喉がもうすでにちょっと消耗しているんで、消耗すなよ。消耗、楽しすぎて。うちに寄ってくれだって。オッケー。ばあちゃんの頼みのなれば。どこだ、いた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 、動いてる。あ、パパメラ、私は何をすればいいんでしょうか。弓田というときにあれを探し出して。なんだあれって。あれですか。そうだよ、あれだよ。わかりました。へ、部屋をひっくり返しても探しておきます。なんだろうか。何を、なんでしょうか。ばあちゃんのあれってなんでしょうか。なんだろう。さあ、でもってここは近いから、これマリベルが雷鳴拳を使ってくれればもう最高なんだが、なんだろう、気持ち悪いよ。オチューみたいなやつか。多分そんな感じだよね、多分ね。よいしょ、で上行ってばあちゃんに見せりゃいいんだよ多分。さあ来たー。さあこっち行って、炎がないのか。一番し、待った。さあ来たー。これは火山の魔がすっかり消え失せてしまっているのか。うむ、これで炎の神はてんてんてん。いや、かすかに見えるね。さあ、もっと奥へ行ってみるでしょうか。戦うことで、あ、待った。まあいいか、まあいいや、まあいいや、まあいいや。おっと、終わりだ、世界はもう終わりなんだ。そんなことはないよ。アパミル様、ダメです、世界は終わりなんです。いや、まだだ、まだ希望は残っているよ。アパミルさん、アパミルさんがおっしゃるなら俺は信じますけど。なんかいる。あんたたちがどうやら、どうやら村へは知らせは言ってくれたようだな。あ、いや、何も聞いてなかった。あ、先にこっちは話すだけダメだったんだな。それで村の者たちは何、村にもう魔物が現れない。あ、ここと喋って村に行けって言って行くのか。ごめんなさい、すいませんでした、先走ってしまいました。今から私たちこの方の奥を喋ってくる。そこで何がか分かるはずだ。なんとそれは無茶ですぞ、ご老人。何、へしさって青さんたちもついてきてくれるしな。承知した。何かあった時のために俺はここに残ろう。頼んだよ。で、じゃあ先に行こうか、青さん。だって、行こう。行きます。さあ、行こう。敵は出てくるんだろうね。これ、そのまま直で行けるんだよね、こっちね。ただ。あ、敵いないじゃん。あ、敵いなくね。どっちだ？あ、こっちだな。あ、敵、いたー。言ったそばからいたー。あ、なんだ、魔人ブーみたいなのがいいんだけど。謎の、わー、コスモファントス。なんだよ。いきなり遅か、いやー、強いのか、お前たち。大丈夫です。26。やめて。目がくらむの一番めんどくさいんだけど。いきます。ヘンテコ切り。いいね。で、ヘンテコ切り。いいね。そして、マリベルは、雷鳴拳を使って、
くれる？おお、来た。いいじゃん、ほら。ねえ、使ってこないでしょ。さすがマリベル、こん当てられないじゃん。やめて。すげえ、44。やばい、やばい。なんちゅうことするんだお前たちは。回復ベホマ、オッケー、いいね。ワンワン、いいね。これでいこう。ただアイラの MP が攻撃力がだいぶ低くなったよね、これによって。危な。あー、またこの方に入ることになるなんて。本当だよね。じゃあここまで行けば大丈夫。 OK、 よし、 OK。 ここまで来れば大丈夫。 OK、 こういうこともできますから。またここの火山、いや、なんもないんかい。すいません、間違えました、間違えてしまいました。まあ、いや、ここは安全地帯なんで。さあ、ということで無事にですね、聖なる種ミゲットした後にパメラばあちゃんと一緒に、この後がもしかしたら例の強いあいつと戦うのかな、なんて思っております。それでは今回はこの辺で終わります。よろしければチャンネル登録、そして高評価などもお願いします。それでは皆さん、バイバイ。